ダッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ、よしきでございます。最近この画角にハマっててタイトルとサムネイルどうなってるかわかんないんですけど、本日シーズン2戦目というところにしていきたいんですけれども、ちょうど1週間前ですね、多分皆さん見ていただいたと思うんですけど、記録会に参加させていただいてぼちぼちといったところだったんですけれども、ダメージっていうのが結構自分の中で大きくて、肉ったとかじゃないんですけど、筋膜炎みたいな感じとかではないんですけど、ハムストリングに良くない張りがツーンとあって、ずっと取れない状況で、順天の競技会の次の日も練習入れてたんですよ。練習しに行ったんですけど、全く動かなくて。ああ、そうなんや。そうなんでいきなり関西弁になったの治療院いくつか知ってるんですけど、よしきがね、フルマラソンで境地からね走り、しかも自己ベスト大幅更新した回があったじゃないですか、はい、大きく助けていただいた治療院がよしきの中であって、そこを紹介していただいたと。悶絶しに行って、おもろいのがさ、前回の俺の動画と周平が治療終わった後のピッコ引いた動画の画角があるんですけど、全く同じ。で、まあちょっと見ていただいて、はい、競技場ついてるんですけど、これ青い柵の向こう競技場です。しっかり休んでの今日で、今日3日目ですね。そうですね、まあほぼ今回こそほぼ無理だなっていうところで来てはいて、実は、はい、ほぼ無理だけど試合の雰囲気味わいたい、まあ、そこが一番大きいかな。プラスチームのアイアンマン400人出るっぽいんで、応援もしていきたいなというところで、一応アップして決めていきたいなと思います、はい、そういう感じの今経過報告になってますと。はいはい、一回マスク取ってもらって、あ、今日はブリーズライトしてない。コメント欄誰も突っ込んでくんないの。ひどいね、あれね。悲しかったわ、マジ。ひどいわ。周平がせっかくために用意してきたブリーズライトだけだからね。どんずべりじゃねえかよ。どんずべりだよ。きつい。きつい。よしきさん、今日もよろしくお願いします。じゃあアップいきましょう。いきます。ダッシュで行こうぜ。アップが終了して、武田がスタート地点に向かいましたと。1組目ですね。武田2レーン、あれ。ん？2レーン、あれ2レーン倒れてるんで危険。やっぱ危険っすね。多分いないっす。 TKD がいない。もう確定だよねこれ。ちょっと試合が終わったということで、周平さん帰ってくるのを今待ってます棄権した男、これ BGM 次第ではなんかなりそうじゃない？おお、棄権しました。まあまあなんとなくだけど分かってはいたけどね、まあ、前回も出てるっていう事例があったからちょっと期待しつつ、周平の組カメラ回したら見事にいなかったっていう。全然足はそんな問題ないんだけど、力入れるところじゃないなっていうのをアップしてる段階で感じたので、はい、動画なしにさせていただきました。大事を取ってって感じかな、はい、まずいから走んなかったっていうかは大事を取ってっていう、まあ今回しっかり治療してしっかり休んで、明日からしっかり動く。試合でなくて残念ってところもあると思うんですけど、逆に明日からいいスタート切れれるように頑張ろうかなというところであります。でも尺って大丈夫？あ、多分大丈夫。尺大丈夫だと。いや、まあ YouTube まあね、まがいなりに結構やってるからさ、はい、まあ心配するとこあるんだけど、僕尺はどうちょっとさすがになんで、同じ大会に我らのアイアンマン、ああさっきもね紹介あったけど、アイアンマンね、400出るっぽいので仲間を応援して帰る。以上最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。6レーンアイアンマン、早くない？今日は完走が目標って言ってました。彼50秒ぐらいって言ってましたけど、めちゃくちゃ早い。あ、いたいた、いるいるいる、見えてる見えてる。中に行くの大変だからさ、ここで撮ってんだけど、雑なって多分速攻で48秒68。上出来でございます。上出来でしょ。シーズンインだから楽しもうって思って走ったけど、楽しみすぎでしょ。楽しみすぎやったね。目標完走って言ってたもんね。なんといってもこのシーズンインのこのタイムって第4の7秒のベスト出した時以来だから、それぐらいと同じタイムで来てるから、ちょっと楽しみ。やばい、来てる。言ったけど俺もあれだからね、シーズンインベストだからね。そうだね、94世代乗ってるよ。乗ってるよ。来た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 。いや嬉しいね。いやすごいよ、ペロッと出せるタイムじゃないよ本当に。最後がやっぱ向かいがきつかったっすね。いや向かいもそうなんだけど、スタート前のちょっと機材のアクシデントが結構あって、集中力切れそうだなこれと思いながらこう見てたんだけど、保てた。お疲れ。じゃあそれではお疲れです。お疲れ。明日も頑張ります。お疲れっていう感じです。